斉藤、今回ばかりはもうさすがにかばうことができない状態なのはお前が一番よくわかっているよな。はい、それは自分でもちゃんと理解できています。斉藤さん、私あれだけ言いましたよね。女性関係は勘弁してほしいって。なのにどうして？とんでもないことをしてしまったと思ってる。メンバーにも顔向けできないくらいのことを俺はやってしまったんだ。松本の件でも大変な時に。はあ、とにかく今日付で吉本との契約は解除させてもらう。わかりました。本当にご迷惑をおかけして申し訳ありません。笑い界でも性加害問題が浮き彫りになり始め、松本人志さんは現在メディアでの活動を休止し、被害女性と裁判沙汰にまで発展している状況です。そんな中でさらに発覚し始めたのが、ジャングルポケットの斉藤慎二さんです。体調不良で活動休止していた斉藤慎二さんに一体何が起こっていたのでしょうか。今回は斉藤慎二さんの性加害問題を振り返るとともに、吉本興業クビの真実とメンバーの今後についてお伝えします。先月から体調不良を理由に活動休止を発表し、数多くのレギュラー番組からも降板を発表していました。多くの視聴者が体調不良を心配している中で発覚したのが性加害だったのです。被害女性の主張としては、同意がなく無理やり行為を求められたと言っています。それじゃあ僕らちょっと片付けしてきますんで、移動時間までロケバス内でお待ちください。はい。いやー、ここまででもだいぶ疲れたよね。そうですね、なかなか体力を持っていかれますよね。でも斉藤さん元気そうですよ。そんなことないよ、君に比べたら全然年も上だしさ。やっぱり若い時とは違って体力にも限界が来てるって感じてるよね。今は20代だっけ？そうですよ。それに斉藤さんとお仕事するの初めてなので、足を引っ張らないようにって思ってます。いや、そんなこと気にしなくて大丈夫だよ。それに初めてにしてはすごくいい仕事ぶりだったけどね。そう言ってもらえるとすごく嬉しいです。でもやっぱり緊張しちゃいます。こうして二人でロケバスにいると余計に緊張しちゃうか。じゃあちょっと隣座ってもいいかな？え、隣ですか？なんで隣？なんだろう。あのね、緊張しない方法っていうか、手のここのツボを押すと緊張しないらしいよ。へえ、そうなんですね。斉藤さん物知りですね。そんなことないさ。っていうか手もすごく綺麗だね。足もスラッとしてるし。ありがとうございます。ツボ押しは自分でもやってみようかな。ちょっとその発言はセクハラなんですけど。っていうか手握りすぎだし。せっかくだから俺がやってあげるよ。ほら、肩もこんなに凝っちゃって、マッサージしてあげるね。いや、あの斉藤さん本当に大丈夫ですから。まあまあ、そう言わずにね。俺と仲良くしておくといいことあると思ってさ。ちょっとそこ違います。もう大丈夫ですから。こっちがおとなしくしてたら。はあ、あのさ、この業界でやっていきたいんだろ。だったら少しはサービスしないと。俺によくしといたら番組に呼ばれる回数だって増やしてやるからよ。早くやっちまおうぜ、スタッフ来るし。私本当にそんなつもりはありませんから、話してください。うるせえな。誰か、誰か、いや。初対面で会った20代の被害女性はロケバス内で斉藤慎二さんから無理やり襲われたことを主張しています。そして先日書類送検されたと同時に、斉藤慎二さんは吉本興業との契約が解除された、つまりクビになったのです。斉藤慎二さんが吉本興業をクビになったのには3つの理由が挙げられています。明日斉藤さんが2度目の不倫をしたという記事が世間に出回ります。おそらくいろんな番組で芸人仲間などから突っ込まれるとは思いますが、お二人はフォローをお願いします。二人ともたびたび迷惑をかけてしまってすまない。お前よ、またやらかしたのかよ。最初の不倫で懲りたんじゃなかったの？大体奥さんに許されたからって二度もやらないだろ。マネージャー、社長は今回の騒動に関して何と言ってたの？まあ世間とかに叩かれるのは覚悟しておけと、あとは番組で不倫騒動を笑いに変えてくれる芸人たちに感謝をするようにと。もうお前の酒癖の悪さはどうしようもできないわ。長年コンビを組んでいるからこそ厳しく言うけどさ、
普段は本当にいいやつじゃん。売れてるからって選ぶこともないし、先輩にも礼儀正しいしさ。なのに唯一の欠点としたらその女癖の悪さだ。マジでもう次はないと思っておいた方がいいぞ。自分でもそう思ってる。二人には本当に申し訳ない。一つ目の理由は最大の欠点とも言われている女癖の悪さです。妻である瀬戸沙織さんは浮気を覚悟の上で結婚までしたそうですが、吉本興業側は女癖の悪さをかばいきれないと判断したことでクビになったと言われています。斉藤さんは以前2度の不倫騒動を起こし、今回は性加害問題を起こしてしまいましたが、女癖の悪さは定評があったんですか？芸人仲間などの間では定評だったようです。それに以前不倫騒動を起こした際、妻の瀬戸さんはしっかり叱責し、夫も反省している、夫の遊びは覚悟の上で結婚したと斉藤さんを許したことで炎上もある程度鎮火していました。今回の性加害でも奥さんはコメントを出されていますよね？そうですね。そもそも奥さんがベタボレで結婚したので斉藤さんの不祥事には必ずコメントされていました。ですが今回の件は事件になりますので、さすがに今まで通り許してもらおうとはならないんじゃないですかね。ちなみに斉藤さんの女癖の悪さについてまだ表に出ていないネタはあったりしますか？斉藤さんの女関係の話はいくつか聞いていましたが、あまり積極的に狙ってなかったんですよね。だから表に出ていないって部分はあります。そのお相手というのは芸能関係ですか？いや、お相手は素人さんが多かったです。それこそ SNS で自身の女性ファンと直接 DM とかでやり取りしているという話はお笑いファンの中では有名でしたね。お笑い界では女癖の悪さが定評だった斉藤慎二さん、吉本の養成所である NSC 時代に交際していた彼女の友人も斉藤さんの女癖について語っていました。斉藤さんの女癖の悪さを知っているということですが、詳しいお話をお聞かせください。僕は斉藤さんが NSC 時代に交際していた女性の友人なんですけど、当時 NSC の絡みで知り合った A 子をずっと口説いていて、とにかく斉藤さんは女性にグイグイ行くタイプなのを今でも覚えています。 A 子は山下公園で7時間口説かれ、成り行きで付き合ったって聞きました。7時間も口説いたんですか？相当すごいですね。でもそれって本気で好きだったからとかであって女癖が悪いとは思えないのですが。女癖の悪さはここからですよ。いろいろ最低な話を聞きましたけど、一番衝撃的だったのは交際して5年ほど経っていた頃ですかね。 A 子が家に帰ったら斉藤さんが当時大学生の未成年の女の子と裸で寝ていたって言うんです。 A 子は何してたのか女性に聞いたら奉仕だけしましたって。それはものすごい修羅場と言いますか、斉藤さんも家に連れ込むとはなかなかの度胸がありますね。その後はどうなったんですか？ A 子は斉藤さんにも問い詰めたら、彼は外に出て駐車場の金網に頭をぶつけながら、僕は合体していません、僕は病気なんです、 A 子ちゃん許してくださいって泣きながら許しを求めたそうですよ。でも奉仕してもらったことは認めたって。もちろんその後は破局してましたけどね。一体何の病気だよってなりますよ。そうだったんですね。今日はお話いただきありがとうございました。もしかしたら斉藤さんは性交渉依存症なのかもしれないな。斉藤慎二さんは昔から浮気症だったと言えるのではないでしょうか。続いてクビになった2つ目の理由ですが、現場がロケバス車内だったことが関係していました。いやー、今回のジャンポケ斉藤の件はかなりまずいよな。コンプライアンスを徹底してきた会社にとっては思わぬ大爆弾を食らったって感じだな。体調不良で活動休止していたのは本当だったみたいですけど、活動休止中にこんな性加害問題が発覚したら、そりゃ世間だって問題がバレるのを恐れて休んだんじゃないかって疑うのも無理ないと思いますよ。しかもさ、アンジャッシュ渡部が多目的トイレでジョージに及んだことが世間的にも大問題になってたのに、斉藤はロケバス車内でだろ。さすがに会社もかばいきれなかったらしいぜ。かばわなくていいわ。ロケバス車内って他のタレントさんとかスタッフも利用するのにさ、そんなことに及んだロケバスもう使われないでしょ。ていうか今回の件を受けて斉藤の妻がコメント出してたじゃん。あれも被害女性と言ってることが違っててさ、被害女性は斉藤に無理やり行為に及ばれたって主張してるのに対して、妻側は同意があったなんて言ってるんだぜ。本当に同意があったのかな。だって被害女性はロケバス車内のドライブレコーダーとか全部の証拠を持って警察に被害を訴えたわけでしょ。警察だって
少しでも同意があったような言動が見られたら被害届を受理することだってできなくない？それも一理あるんだよな。まあどっちにしろ斎藤はクビになったわけだしさ、芸人仲間だって見放してるからな。もう芸能界で活動するのは無理だろ。見放されてたらおしまいだよね。この世界は可愛がられてなんぼの世界なんだから。奥さん浮気症を覚悟で結婚したって言ってるけど、さすがにもう別れた方が子供のためにもなると思うな。ロケバスといえば多くの芸能人やスタッフが利用するものになりますから、場所が場所だけに感化できなくなったと言われています。そして最後3つ目の理由が報告遅れです。先ほどの講習でも話があったように、女性トラブルが万が一起こった場合はすぐに報告するようにしてください。今の世の中女性関係はマジでやばいよな。松本さんですらいろいろと大変なわけだから、俺らなんて特に気をつけていかないとな。気を緩めずにってところだよな。斎藤、お前も気をつけろよ。わかってるよ。さすがにちゃんと何かあった場合は報告するって。何かあったらじゃなくて、お前はマジで何もないようにしろって。もう2回も奥さん傷つけてるんだぞ。そうですよ。斎藤さんが一番危ないんですから、くれぐれも女性関係は勘弁してくださいね。トラブル発生時は、直ちに報告するよう厳命されていたにもかかわらず、斎藤慎二さんは、問題発生後すぐに吉本興業に報告をしなかったのです。そして精神的なストレスで体調を崩し、吉本側が異変を察知したことで事件が発覚しました。斎藤、今回ばかりはもうさすがにかばうことができない状態なのはお前が一番よくわかってるよな。はい、それは自分でもちゃんと理解できています。斎藤さん、私あれだけ言いましたよね、女性関係は勘弁してほしいって。なのにどうして？とんでもないことをしてしまったと思ってる。メンバーにも顔向けできないくらいのことを俺はやってしまったんだ。松本の件でも大変な時にとにかく今日付で吉本との契約は解除させてもらう。わかりました。本当にご迷惑をおかけして申し訳ありません。マネージャー、他のメンバーに今後どうしていきたいのか確認を取っておいてくれ。コメント発表などはこちらでやっておくから。かしこまりました。すぐに対応します。芸人としてあるまじき行為を行った者には容赦なく契約解除を突きつけている吉本興業。万が一松本人志さんの件も訴えが却下されれば、松本人志さんでさえも契約解除となる可能性が高いと言われているようです。さて残されたメンバーの今後についてお伝えしていきます。察しているとは思いますが、斎藤慎二さんは本日をもって吉本興業との契約を解除されました。そこで今後についてなんですけど、お二人はどうしていきたいですか？俺はもう斎藤があんな事件を起こしてしまった段階で契約解除されてなかったとしても3人でやっていくつもりはなかったよ。それだけあいつは俺らに対して裏切りの行為をしたんだから。俺も太田と同じ気持ちかな。さすがに自覚は欠けてる行動だと思うよ。3人でまたっていうのはもう無理だよ。グループ解散ですかね。3人でやるのは無理だとしても、俺はこのジャングルポケットっていうグループで今後も頑張っていきたいって思ってる。ネタも斎藤を中心に考えてるものが多かったけど、おたけと2人でやるならそれなりに色々とネタは作り直してやっていきたいなって思ってるけど、おたけ、お前はどうする？グループ解散はしたくないよな。せっかく今まで頑張ってきたものが全てなくなるような気がして、俺もそれは嫌だ。太田と2人で俺も頑張りたいと思ってる。そういうことだから、マネージャー、社長にも2人で頑張っていくっていう意向を伝えてほしい。あとは大変だと思うけど、今後も俺らを支えてくれると嬉しい。お二人がいなくなれって言うまで私は支えていくつもりですから、全力で力を合わせて今後も頑張っていきましょう。太田博久さんとおたけさんは今後も二人でジャングルポケットとして頑張っていくことを決心し、先日行われたお笑いライブでは二人揃って騒動後初めての公の場となりました。皆さん、この度はいろいろと良くないことでご迷惑をおかけしてどうもすいませんでした。すいませんでした。これから二人で頑張っていきますのでよろしくお願いします。あの、僕たちジャングルポケットさんの後に出たんですけど、絶対順番違いますよね。腫れ物が最後じゃないの？いや、本当にね、その通りだと思うよ。やりづらかったよね。申し訳ない。まあいいんですけど、これからも太田メンバーとおたけメンバーで頑張ってください。ありがとう。二人で頑張っていきます。この度はお忙しい中ここまで来てくださってありがとうございます。そしてご迷惑をおかけして申し訳ありません。二人
二人で今後もジャングルポケットとして活動していくということですが、何か活動に関して話し合っていることや決まっていることはありますか？まだ細かいことが分かっていないのでお伝えするということはできないですね。ちょっとまだ今後どういった活動でやっていくのか正式には決まっていないので、斉藤は今後どういう発表をするのか、どうなったかを聞いてからいろいろ考えます。太田さんは斉藤さんと連絡を取っていらっしゃいますか？いや、ちょっと連絡はまだ何も取っていなくて。それはおたけさんも同じですか？そうですね、二人とも斉藤が体調を崩した時から連絡は取れていないので、だから正直出来事を聞いた時はショックというより、なんでそんなことをしたんだという怒りの気持ちの方が大きかったです。太田さんの奥さんである近藤千尋さんからは何か声をかけられましたか？妻からはどんな形であれあなたは変わりないので、太陽のように私が支えて照らしてあげたいと言われました。ありがたい限りです。またいろいろ分かりましたら発表しますので少しだけお待ちください。二人で頑張っていこうとする姿を多くの芸人仲間が応援しており、各番組で斉藤慎二さんの事件に関して多くの芸能人がコメントしています。山里さんは斉藤さんと何度も共演経験があると思いますが、ニュースを聞いた時はどう思われましたか？まずね、彼体調不良で入院してたじゃない。それは本当だったっていうのは皆さんにも知っていただきたいな。かばうわけじゃないけどね、その中で発覚した事実だけど、まあね、何やってるんだよ斉藤って感じだね。ニュースで知った時はちょっとびっくりしてましたもんね。太田さんとおたけさんは続けていくとお聞きしたんですが。僕も聞きました。ジャングルポケットっていうものを一緒に作ってきた二人がいますから、おたけも太田もいて、これを聞いた時なんて言ったらいいかわからないですよね。お相手の方もいるので言い方が間違っていたら申し訳ないんですけど、本当に残念ですね。はい。小島さんはどんなお気持ちですか？やっぱりショックですよ。これくらい人気者になると、これからいろんなところに頭を下げて、どこまで迷惑かけているのかも把握できないくらい頭を下げる生活が続くと思います。小島も以前騒動あったもんね。そうっすね。だからこそ思うんですけど、相方としてああしていれば止められたんじゃないかと振り返る時期が残された二人には必ず来ると思うんです。でも芸人仲間の兄さん方は優しいし助けてくれます。さまさまどう面白くしようか考えてくれていると思うんで、飛び込んでいっていい。焦らずゆっくり考えて、頼れるところは頼って。二人面白いんで絶対大丈夫。そうね、我々は必ずフォローするし、頼ってくれれば必ず助けるから、それだけは覚えておいてほしいね。斉藤さんは被害を受けた女性に誠心誠意対応してください。今日はもうとうとう。とうとう来たよ。よくはないよ、ジャンポケね、二人で頑張ってるってことね。そうそう、これから二人で頑張ってほしいよね。でもさ、ついにジャンポケのもうとうとう来たというか、とうとう分かったって感じだよね。そうだね、芸人界ではずっとジャンポケの話で持ちきりだったからね。斉藤がさ、8月頃から仕事を休んでたけど、その頃からなんで休んでるんだって理由をめぐって芸人界隈で噂になってたよね。だからさ、未だにロケバスで何があったんだよって芸人界ではなってる。こういうことじゃないか、ああいうことじゃないかっていう想像がすごい繰り広がってるよ。そうね、まあ想像の内容は不適切になるから言わないですけどね。とにかく太田とおたけには2人で頑張ってほしいね。応援してるよ。二人ともさ、実力は十分あるのよ。ゴッドタンではおたけがエース、ロンハーでは太田がエースなんだから。トリオじゃなくてもコンビになったとしても、ちゃんとあの二人なら力を合わせて頑張れると俺たち思ってるから。マーサちゃんもアナウンサー時代に斉藤さんと共演したことあると思うけど。事実かどうかわかりませんけど、本当に不同意性交と不同意わいせつがあったのだとしたら、許されることじゃないと思います。過去の不倫とはわけが違うので、同列に扱ってはいけない。まさに事件だなと思いますし、こういうことをしてしまったという出来事にショックでしかありません。そうだよね。これさ、被害者の方も怖い思いをしたと思うけど、奥さんと子供が精神的に心配な部分もあるよね。そうですね、被害女性に謝罪をするのもですけど、ご家族に対してもちゃんと謝罪してほしいですね。奥様もお子さんを守りたいという気持ちが一番だと思います。過去にはお顔を出されていたこともありますし、報道の仕方は気をつけないといけないなと思います。女癖の悪さは芸人界でも有名だったそうですが、性加害問題となると話は全くの別物です。先輩芸人から後輩芸人、さらには芸人以外からも人として終わったと言われている斉藤慎二さん、反省したとしてもメディアに復活することは極めて難しいと思います。家族のケアも大切ですが、まずは被害女性に対する謝罪と
反省を行ってほしいです。そして今後もジャングルポケットとして新たなスタートを切る2人を応援していきましょう。体調不良で活動休止するってニュースで知った時は大丈夫かなとか素直に心配してたのによ。最低な行為をしてくれたな斎藤って今は怒りしかないぜ。まさか活動休止中にこのようなニュースが飛び込んでくるとは、ちょっとショックというか開いた口が塞がらないですね。それにジャングルポケットというトリオを組んでいて他のメンバーに迷惑がかかるということが頭によぎらなかったんですかね。もう頭の中は女性と関係を持つことしかなかったんだろ。というか二度も不倫してそれでも奥さんを許して支えてくれてるのにさ、裏切り行為もほどほどにしろよな。奥さんに対してもですが、お子さんだっていい迷惑ですよね。父親がものすごく有名な芸人なわけですから、こういった事件を起こしたら周りに何を言われるのか、父親としても失格ですよ。まずは自分の犯してしまった出来事にしっかり向き合って、クビになった事実を重く受け止めてほしいぜ。そんで何よりも残された二人のメンバーにはこの出来事を乗り越えてお笑い界を引っ張っていってほしいぜ。